要なものはゴム板、彫刻刀、そして彫塑板を使ってください。机に引っ掛けて使います。もう一つティッシュペーパーを1枚出しておいてください。万一手を切ってしまった時にそれで押さえます。まず三角刀で周りの線を少し残すように彫りましょう。彫塑板があるとこれより向こうに行かないので手をこちらに持ってくる必要がありません。必ず手はこちらです。持ち方はこう持つと浅く彫れますが細かい作業はしにくいです。鉛筆持ちにすると深くなってしまいますので鉛筆持ちに近いような持ち方で2本上から添えましょう。さあ曲がるときにはゴム板の方を曲げてください。彫塑板を使って彫っていきます。ゴム板の方を回すようにして彫っていきます。この部分は後でハサミで切り取ります。それでは絵の方を彫っていきましょう。目や鼻のように小さな部分は彫刻刀を当ててゴム板の方を回します。彫り取るところは丸刀を使いましょう。2本当てて浅めに彫っていきます。黒が見えればいいのでそれ以上彫る必要はありません。緑色が残っているところだけを軽く彫ります。文字を少し太い線で彫りたいときには小さな丸刀を使います。これも持ち方は同じです。浅めに行くようにしてください。最後は持ち上げるようにしますが彫れてないときには反対側から彫りましょう。黒が見えていれば彫れています。ハサミでここの線を切っていくわけですが、硬いので切り出しでなぞっておきます。これをハサミで切り離していきます。
これでパーツがバラバラになりました。なくさないように名前を書いておきましょう。